こんにちは。生体にこにこスタイルのゼロです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みなどに改善のヒントやアイデアをお届けしていきたいと思います。ということで今日はですね、超強力花粉症対策ということでですね、超強力にですね、花粉症を改善していこうということをテーマにですね、お届けしていきたいと思います。でですね、実はですね、私1年ほど前からですね、山の近くに、住むようになりました。で、本当にですね、山の近くでですね、この杉とかがもういっぱいですね、この家のすぐ近くにですね、こう杉がいっぱい立っております。で、そうするとやっぱりですね、この杉の花粉がいっぱい飛んでいるのかですね、今までほとんどですね、この花粉症というものを感じたことはなかったんですが、もうちょこちょこですね、この鼻水だったりとか、ちょっと目が痒くなったりとか、いうのが、たまにですね、出るようになりまして、そこでですね、このやっぱ花粉症、これ、ね、すごい大変だなと。で、これが本当に毎日とかね、寝る時とか続いたらすごい大変だなということが、身をもって、こうね、体感しまして、もう人生初めて体感しまして、まあ、43歳になって初めて体感しまして、そこでですね、いろいろ思案してですね、研究してですね、そして今日はですね、この超強力に花粉症を改善する、そういうエクササイズをお届けしていきたいと思います。でですね、この超強力にちょっと改善する代わりにですね、ちょっとハードです。超強力な分、ハードな内容になっております。ですが、このハードな分ですね、それを乗り越えて頑張った後にですね、強力にこの花粉症をですね、改善するかと思いますので、ぜひですね、この花粉症の人であるとか、あとは、花粉症に限らずですね、この気管支系、要は、咳とか、あと風邪とか、ね、痰とか、そういったのがですね、症状としてある人はですね、見ていただくといいのかなというふうに思います。ではですね、まずこの花粉症を改善する上で、大事な場所、ね、改善すべき場所っていうのがあるんですね。それはどこなのかと言いますと、胸椎です。ね、ちょうどその背中、ね、にこの肩甲骨がありまして、この肩甲骨のちょうど間、ここをですね、胸椎と言います。肩甲骨の間の背骨のことですね。ここを胸椎と言います。で、背骨というのは全部で24個ありまして、頸椎という首の部分が7個、それから胸椎が12個、そして腰椎が5つと。で、全部合わせて、24個になります。で、その胸椎の中でもですね、胸椎この12個あるんですが、12個ある中でも上部です。上部、上の方、上半分と思っていただければと思います。なので、背骨で言うと、首が7個あって、その下に上部肋骨7個、6個。で、下部肋骨、胸椎上部6個、胸椎、下部6個、で腰椎5個というふうになっているんですけど、この、ちょうど肩甲骨の、上の方ですね、このあたりの、胸椎の6個ですね、ここをですね、より、改善してあげるというふうなことが大事になってきます。ではですね、なぜこの胸椎のこの上の肋骨が大事なのかと言いますと、この上の肋骨から出ている神経がありますね。この神経が、この結局、前にある肺、あと心臓とかですね、この胸腔と言われるですね、この肺とか心臓とか、このあたりの神経をですね、このあたりの機能ですね、この神経を介してですね、この、ちゃんと働くようにしておりますので、この胸椎がずれたりとか、胸椎が硬くなったりとか、胸椎の間が詰まってきたりとか、いうことが起こりますと、この神経を圧迫します。で、神経の流れが悪くなって、この肺とか心臓、この辺の機能が低下するわけなんですね。で、そうするとですね、同じようにこうね、生活していてもですね、肺にこう、花粉が入ってきた時にですね、どうしてもこの、対処できなくて、そして花粉症のような症状ですね、目が痒くなったりとか、涙が出てきたりとか、鼻が詰まってしまったりとか、で、本当にね、ここにティッシュをずっと詰めとかないと、生活できないような状態になってしまうと。で、ひどい人はそうなってしまうということになりますので、ぜひですね、この胸椎を改善していきたいと思います。はい。それではですね、どういうふうに胸椎を改善していくのかと言いますと、このようにですね、四つ這いをします。ね。両手、両膝、両つま先で、6点でですね、体を支えてあげて、まずですね、体をだらーっと脱力します。だらーっと脱力します。で、だらーっと脱力しますと、ここにですね、生理腕曲といって、
ここにですね、湾曲ができるかと思います。ね。この湾曲が弱い人はこういう風になるわけなんですが、だらーっとしていくとだんだんこれが下がっていって、こういう風に湾曲が出てきます。これが整理湾曲というものになるわけなんですけども、このようにですね、だらーっとなるように、四つ倍をしてですね、この6点で支えた上で、支える力は必要なんですが、それ以外の力はですね、だらーっと脱力をしまして、こういう風にですね、たわんでくるようにですね、だらーっとまずしてみてください。で、だらーっとしましたら、この胸椎、ね、胸椎っていうのはちょうどこのあたりになります。このあたりですね。このあたりです。このあたりです。このあたりにの背骨が胸椎と言いますので、ここをですね、持ち上げてあげます。そして、だらーっと脱力すると。で、これをね、繰り返してあげるんですね。で、よくあるこのヨガのポーズに猫のポーズっていうのがありまして、猫のポーズっていうのは背骨全体をこういうふうに持ち上げるんですが、背骨全体を持ち上げるんではなくて、ここの胸椎って言われるんですね。このちょうど肩甲骨の間ですね。ここだけを持ち上げるように背中を丸くしてあげてください。そして持ち上げて限界まで来たら、だらーっとまた、その胸椎をだらーっと垂れ下げてあげます。そしてもう一度胸骨をスーッと持ち上げて、スーッと下ろします。スーッと持ち上げて、だらーっと垂らします。そしてスーッと持ち上げて、だらーっと脱力します。スーッと持ち上げて、だらーっと脱力します。で最後は脱力をした状態で、これで体を起こしてみてください。で、起こしてあげますとですね、ちょっと自分の体を感じていただきたいわけなんですが、胸がですね、スッと広がって、この先ほど言った胸椎、ここがですね、なんとなくスッとね、していると思います。で、人によってはこの息がしやすいとか、なんかね、目がね、見やすいとか、ね、そういう感覚もすると思います。結構息もしやすくなります。で、こういう風にですね、してあげますと、胸椎が正しい位置に戻ってきます。で、胸椎っていうのは、ほとんどの人がですね、この、ここがですね、胸椎、横から見ていただくと、胸椎が後ろにですね、後ろに出て、胸椎が後ろに出て、こういうふうにですね、ずれてしまってるんですね。それをですね、この、今のエクササイズをしていただきますと、前に入れつつ、こういうふうな、ふうに回転しながらですね、胸椎がこういうふうに、はまって、一本ずつですね、しっかりはまってくるようになりますので、そうすると、胸椎と胸椎の間も開きますし、神経の流れも良くなって、まあ、花粉症が改善してくるということになりますので、これちょっとね、鼻の通りとかね、感じていただいて、ちょっとでも改善したという人はですね、ここをですね、より、繰り返してですね、まあ、ちょっと動画を止めていただいた、この終わった後でもいいですし、止めていただいてもいいですし、あとは、ちょっともう一回再生していただいて、で、繰り返しやっていただくと、よりじわ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 花粉症というのが改善していきますので、ぜひ楽しみにしながらですね、無理なくしていただければと思います。で、というふうにですね、花粉症っていうのは結構この背骨の胸椎の問題なんで、少しね、時間かかります。ね。なので、まあちょっといろんなね、鼻のグッズとかいろいろ売ってますけども、結局あれば鼻にしか対処してませんので、まあ、根本的な原因である、こう、胸椎の、この神経の圧迫ですね。ここまでしっかり改善していかないとですね、やっぱりその、薬とかね、そういったものを手放せなくなってしまいますので、そうではなくてですね、ちゃんと体を整えてあげると、そういう花粉にもですね、より対応できるようになりますので、よりですね、改善できるようにですね、ちょっとずつやってみていただければと思います。そしてやってみてですね、どうだったかっていうのをですね、また下のところのコメント欄にぜひ書いていただければと思います。その解説を、このコメントをですね、見ながらまたですね、エクササイズを改善しつつ、よりあなたの、まあ、花粉症ですね、改善するような動画もですね、これから出していきたいと思っておりますので、ぜひコメントいただいて、まあ、質問とか、
まあ、こうやったらこうなりましたとか、ここがわかんなかったですとか、何でもいいので、一言ですね、入れていただければと思います。また、ね、そういったこともまた知りたいなという人はですね、下のところで説明、チャンネル登録と、高評価マーク押しておいてください。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。